パパとママと3人で暮らしているの。でも私はこんな夢をよく見るの。え、パパが3億円の宝くじだ。羨ましすぎる。そしてこの子は家族4人で手をつなぐ夢を見たのか。って家族4人、もしかして妹が生まれるの。正解。うわ、めちゃくちゃ幸せな問題じゃん。お姉ちゃんがいる夢。あ、お姉ちゃんだったんだ。なんだか本当にいた気がするの。え、それってどういうこと？うちは昔は貧乏だったけど今はそんなことはない。その理由はこれだよ。え、貧乏じゃなくなった理由は宝くじが当たったからだよね。3年前に1等の宝くじが当たったの。今でも大事に取っている。でももう宝くじのお金がなくなっちゃうらしいの。嘘、もうなくなっちゃうの？3年で3億円を使い切るとかすごい金遣いだな。さてこの後死んでしまうのは誰？え、誰か死んじゃうの？では分かった。この子は生命保険をかけられて殺されちゃうんだ。娘である。って解説短。そしてお姉ちゃんもこうやって殺されちゃったのかな。娘が死んでしまう理由はここを見れば明らかだ。え、その理由はテーブルの上にある生命保険だよね。生命保険の資料がある。そう、この夫婦は娘を殺すことで保険金を得ようとしているのだ。娘の夢に出てきたお姉ちゃんももしかしたら、いや金がないなら生活水準を下げなよ。